グラデーション塗装との相乗効果で船体により立体感が出てきます。汚れ方も違って見えるんで、燃えた跡とかすすとかだと当然違うじゃないですか。続いての汚し作業は墨入れ。使われるのはタミヤエナメルカラーのフラットブラックと油絵の具用の溶剤ペトローグ。辻彫りで作り直したモールドに墨入れを行う桜井。環境上部のコスモレーダーにも筆が入ります。わずかな一滴がレーダーの網のような部分を鮮やかに変貌させます。墨入れはモールドから墨があふれるくらいに染み込ませます。このはみ出が消えるじゃないですか。黒のへこんだところだけ残るんですよね。で、クリーニングするようにやっていくんですけど、ちょっとこの黒いとことか実は少し残るとまたこれが汚れっぽかったりするんで、完全に拭き取りきらないような。ミサイルの発射口にも煙の跡を残します。そして桜井の汚し作業は次の段階へと移ります。次に使用するのはパステル。茶こしを使って粉末状にします。これを筆でモールドや甲板の縁に塗り、ウェザリングの効果を高めます。宇宙戦艦の長旅が数々の汚しによって表現されました。仕上げにスーパークリアーの艶消しで光沢を整えます。少しずつ完成の時が近づいてきたヤマト。流行る気持ちを抑えながらエアブラシを拭く桜井。環境の窓に明かりがつきました。ここで桜井の最後のこだわりが加わります。ちょっと面白くなってきたな、俺の中で。水星ホビーカラーなんですよ。水星なんですよ。でまあ匂いも少ないし、シンナーも使ってないのクリアブルー、雑色の入ってない純粋なクリアブルーなんですよ。でこれを黒の上から筆塗りでやると深みのある、宇宙服のこの
ヘルメットのこういうところとか、まあ、ロボットアニメに出てくるカメラの部分とか、それをやってみようか。ブラックで塗った環境頂上部にある官庁室の窓、ここに水性ホビーカラーのクリアブルーを塗ります。光沢とともに宇宙の闇が映る窓を表現します。環境先端にブルーのアクセントが入りました。主砲、煙突ミサイル、波動エンジン、第三環境、全てが取り付けられ、桜井の大和が新たなる旅立ちの時を迎えました。はい、完成です。できました。コスモナビゲーター、桜井信之渾身の一作、宇宙戦艦ヤマトコズミックモデル。大きく長く見える船体は立体感あふれるグラデーション塗装の賜物。手すりや階段のスケールを小さくしたことで迫力を増したヤマト。彫り直したモールド、幾重にも重ねられたウェザリングが2色の船体に絶妙なコントラストを与えています。真鍮パイプに方針を変えたことで迫力と繊細さが現れたパルスレーザー砲。4段階に分けて塗られた環境も陰影がつき迫力を増しています。震源を出して作られた手法、力強さを最大限にアピールしています。数多くの敵を撃破したシーンが思い出されます。無限に広がる大宇宙へのヤマトの旅、それは戦いとロマンのストーリー。地球の平和を求める戦士たちの旅が今再び始まります。僕の心の中にあるイメージを織り込むことができる夢の船なんですよ。